皆さんこんにちは。個別指導塾教材塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマは保護者目線おすすめ大学2023関東編バチ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 でございます。で、今回ですね、いつもあの受験生の方向けにあのおすすめ大学とかたまにね紹介をしているんですが、ちょっと今回ですね、あえて保護者の方から見てここ行ってくれたら安心だよねっていう大学を挙げてみたいと思うんですよ。はい。で、まあ当たり前なんですけど、総計とマーチはなしね。まあ、東大とかなしね、医学部とかなしね、まあ、言わなくても分かるでしょ。なので、まあ、これは言いません、はい、なのでそれ以外 の大学どうなのか。ただやっぱり大学どこに行ってほしいかとかっていう保護者の方の目線って地域によって変わるじゃないですか。なので今回は第1回目なので、僕らが一番詳しい、まあ、関東近郊、まあ、主に首都圏ですよね、まあ、そこについての話をしようかなと思います。はいはい。で、まず大きく2つに分けるんですが、まずとにかく保護者の方目線おすすめというかね、まあ、多分安心できるものっていうのが、まあ、国公立なんですよ。まあ、めっちゃ国公立行ってほしいと思ってますよね。はい、そうです、そうです。うん、まあ、それはいろんな学費面だったり、なんかイメージ真面目だったりとか、うん、そういうこと含めなんで、国公立から4個選びたいと思います。はい。で、まず1つ目がですね、まあ、都立大ですね。まあね、はい、そうですよね。はい、ただ都立大に関しては実はね、結構不安に思う保護者の方もいるんですよ。例えば東京都内にお住まいでも、まあ、都立大ってちょっと離れてるじゃないですか。まあ、そうですね。そうだから、ちょっと通学時間とかちょっとロスしちゃわないかなとか、いや意外に私都内だけどうちの息子通うと往復で、まあ、2時間ちょっとかかるんですよねとか、そういう方もいらっしゃるんで、あの全員が全員都立大めっちゃいいって東京都民イコール都立大みたいに思ってるわけではないんですけども、まあ、ただ基本的には、まあ、公立の学校で、まあ、非常に、まああのね、いいですし、あとはまあ、これはちょっと生徒さん目線ですけど、ちょっと科目少なめで受けられたりとか、うんうんうん、まあ、するので、まあ、結構おすすめかなと思いますね。そうですね。はい、でまず就職も問題ないですからね、うん、保護者の方からすると安心。はいはい。で次に2つ目なんですけども、東京農工大学ですね、うんうん、はい、こちらもちょっと西目にある大学なんですが、うん、とにかく農工大は多分保護者の方々の目線ですよ、あくまで、うんうん、スーパー真面目大学に見えてるんですよ。まあそうですね、はい、うん、なので自分のお子さんが帰った時になんか遊んじゃうんじゃないかとか、そういうイメージが多分あまりないと思うんですよね。そうですね、はい、まあもちろんね、獣医学とか、まあ、超難しい難関もありますけれども、正直理系の一般学部でいうと、まあ、当然ね、その都内近郊の超難関校と比べれば、まあ、手頃な内容ではあるので、うん、まあ、保護者の方としても、まあ、結構安心というかおすすめできる大学なのかなというふうに思いますね。はい、はい、なんか農工大意見ありますか？そうですね、まあ僕実は昔農工大志望だったんですよ。昔すごいどうでもいいんですけど、海洋大じゃないの？いや海洋大海が好きだから。いやそうなんです、はい、でもあの実は最初は僕農工大志望だったんですよ。そうなんですか？まあこれ、はい、大学の名前的になんか面白そうだったかっていう理由だけなんですけど、まあでも実際やっぱりまあ正直そのまあなんか男子高校生だったんで、はい、ちょっとマイナーなところがかっこいいみたいな、まあそういう考え方があったんですよ、はい、僕の中では。つまり農工大東工大ルートね。そう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 、はい、なんで、まあ、そうですね、まあもちろんね、まあ、東工大受かるなら親御さんも万々歳だと思うんですけど、もちろん難易度違いますからね。でもやっぱり、はい、まあ裏返すとね、本当に東京にあるし、はい、理系の、まあ、単科の国公立大学で、難易度もやっぱ結構難しくて、就職もめっちゃいいんですよね、この大学。めっちゃいい。だから、親御さんから見ると、まあ、学費もいいし、まあ、東京だし、みたいな。もうほとんど揃ってる大学だと思います、はい、正直。しかも派手さはないんで、なんか、チャランポラになっちゃうみたいな不安はない。イメージね。イメージね。イメージですから、ね、まあ、ゼロじゃないですけど、はい、でも実際割合としても多分少ないと思うんです、そうですね、正直ね。はい。はい、じゃ次、3つ目なんですけど、すいません、地元の話します。埼玉大学。はい。はい、てか保護者の方から実は絶大なる支持を得てまして、埼玉県内では。なるほど。はい、もう当然難易度としてもまあ手頃感があり、まあ立地がですね、残念ながら良くはない、良くないというか、そのまあ最寄り駅からバスで10分とかかかるので、十数分かかるかな、まあ、そんなに別にすごいいい場所にあるわけじゃないんですけど、まあ、正直埼玉県民であればまあ通える人も結構いるはず で何がいい、評判がいいかっていうと、やっぱりあの学校の先生になる方が多いんですよ、教育学部で。ああ、なるほど。そうで、保護者の方からすると、入った瞬間、教育学部なんとか専攻に入った瞬間にその先生ルートが見えるじゃないですか、うん、だからめっちゃ安心。もちろん皆さんが行きたいかどうか別ですよ、もちろんね、あの生徒さんの方は別ですけど、保護者の方目線だと安心がすごいあるんですよね。確かにそれはありそうですね、はい、ただやっぱりちょっと学芸大はむずいよねと、うんうんうん、っていう中で埼玉大学って意外に、まあ、ちょっとあの千葉とか神奈川の人からすると何それって話なんですけど、我が地元埼玉においてはあの結構支持を得てるっていう感じですかね、はいはい、もちろん行けるならね学芸行きたいって多いと思うんですけどね。確かに確かに、はいはい、で次4つ目が
横浜市立大学ですね。そうですね、はい、こちらいかがですか。まあそうですね、まあこれは逆に多分僕の方が語りやすいところになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、ねはいはい、まあ、横市はですね、まあやっぱ、まあ、僕なんかも正直医学部のイメージ強いですし、そうですね、まあ、そういう方も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、ただかなりおすすめしやすい大学ですし、そのまあ残念ながらね、その神奈川には横国があるので、ね、まあ埼玉大学みたいに地元の人にめちゃめちゃ支持されているっていう風に必ずしも言えない部分は正直あります。ただ、まあ、実際には、まあ、すごいメリットが多くて、はい、まあ、結構、まあ、やってることも、例えばデータサイエンスがちょっと強かったりとか、いや強い強い。そう、国際系が強かったりとか、まあ、結構、なんか今ホットなものっていうのが割と強めな大学なんですよね。で、まあ、横浜からちょっと離れてはいるんですけど、立地はね、まあ、めちゃくちゃ悪いとまでは言わないです。まあ、でも、あそこぐらいだと、保護者目線だと、まあ、落ち着いてそう感。そう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 。農工大感じゃないけどね。そうですね、そうです。まあ、ちなみにね、すごい近くに、八景島シーパラダイスっていう、まあ、水族館併設型の遊園地があるんですけど。大丈夫、それは大丈夫。スクランブル交差点じゃない。渋谷じゃないから大丈夫。確かに確かに。はい、保護者の方目線だと。はい、まあ、なんでね、まあ、正直、八景島シーパラダイス楽しいんで、すごいいいと思います。はい。で、あとは、まあ、話それましたけど、あとは、まあ、これは真面目な話で、うん、なんかちょっとこれも受験生目線になっちゃうんですけど、はい、まあ、私立との併願がしやすい大学なんですよね。科目数的にもそれほど多くの科目を必要としない学部学科っていうのが、まあ、あったりするんですよ。で、まあ、方式としてはね、例えば今パッて出したんですけど、国際教養学部の前期試験 B 方式っていうのは、共通テスト必要なのが、まあ、英語プラス国語か、まあ、社会の中から、まあ国語社会数学の中から2科目だけでいいっていう感じになっているんですよね。で、二次試験も、まあ、英語と小論文だけでいいですよみたいな形になっているので、まあ、本当に文系でも受けられる。実際先輩とかでも文系の方がね、なんかマーチ行くわって言ってた人が横市行った方とかもいらっしゃったりしたんで、やっぱりまあそういう意味ですごいいい選択肢なんじゃないかなっていうふうに思いますね。素晴らしいと思います。はい。はい、まあ国公立編でした。はい。もちろん他の国公立もね、とか普通に千葉大とか行けるなら行きたいかと思うと、まあ、それはあえて外してます。ね、横国も覗いてるんで、はい、今回、はい。あえて外してます。はい。で、次ですね、私立編なんですけど、うん、3つとか、まあ、3つカテゴリー行きたいと思います。まず1個目がですね、清政名学です、うん。はい。で、やっぱりですね、清政名学、まあ一部の難関学部はあって、で正直マーチより、まあ、上位みたいな言葉あるんですけども、まあ、基本的には、まあ、マーチよりも、まあ、0.5 ランクぐらい、まあ、入りやすさは入りやすいです。ただ関東民において清政名学の知名度って結構抜群なんですよ。いや、いいんですよ本当に。はい、だから成蹊大学、成城大学、明治学院大学、まあ、マーチと同じっていうふうに言うのは言い過ぎだと思うけれども、まあ、ぶっちゃけ遜色ないというか、いや全然いいわよねっていう、だからママ友会話とかでも多分全然いいんですよ、まあ、だからといってお子さんに押し付けるのはダメなんですけど、ただ清政名学に関しては多分全国の知名度とその関東の知名度の落差っていうか、そのギャップがめっちゃでかいんですよ。そうそうです。だから結構東京で就活するとそこそこ強かったりするんですよね。知ってるか、知ってるか、みんな。そう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 。まあ、ぶっちゃけ僕、兄弟がいて、はい、兄弟先生明確のどこかにいるんですよ。そうなんですね。なんですけど、もう就職すっごい強くて、はい、意外となんかものすごいね、超大手に行きましたね、はい、全く問題ないし、多分就活、就活も語っちゃうなら申し訳ないんですけど、マーチと同じです。そうそうそう、はい、ほぼ同じ。ただ、総計上理の上理みたいなもので、そうそうそう、全く問題はないですね。そうなんですよね。はい、でしかもですね、清政明確、まあ、特に整形とかもそうだけど、いい場所にあるんですよ。いや、そうなんですよ。そうで、学生街だけど、別になんかちょっと、だからさっきのあれね、スクランブルコードじゃないから、そうそうそう、保護者の方的にも、ね、安心みたいなね、そう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 、ありますよね。なんだね、名学とかももう白金にあるし、ね、そうですね、そうすごいそうですね、いい場所にあります、いい場所にあります、はいはい、まあ、なのでそこを清政名学が1個目でした、はいはい、2個目が芝浦工大ですね。まあこれはね、そうっすよ、はい、いいっすよ。でやっぱりね、最近4工大の知名度上がってきてるんですけど、やっぱり保護者の方から見て、まあね、やっぱ特に知名度が高いのが芝浦工大で、当然その難易度ももちろん高いですよ、高いけども、まあ、就職実績とかも当然いいし、はい、そういった面で言うと、まあ、うちの子理系なんだけどみたいな時に、まあ、結構ね、芝浦工大っていうのは大きな選択肢になると思っていて、うんうん、まあ、以前ちょっとね、うちの塾の時じゃないんですけど、結構昔なんですけど、僕が保護者面談させていただいた時、保護者の方のどの面談させていただいた時に、まあ、うちの子とマーチの空気感合うか不安なんですみたいな、うんうん、まあ、ぶっちゃけ僕からしたら別にいろんな子いるから大丈夫ですよって話なんですけど、うんうん、もう芝浦工大がいいと思うんですけどねみたいな、うんうん、あ、でもそれはいい目線だなと思っていて、うんうん、まあ、もちろん、まあ、マーチ行ったんですけど、その子まあでもいい選択だなと思いました、ね、いや、いいと思います、はい、すごい。なんだろうね、就職だけで言ったら全然マーチより良かったりしますからね。それはそうですね、正直、はい、全然、うん、あとは大学院とかね、うんうん、そういうこと考えてもね、すごいいいですよね、うん、はい、良かったと思います。はい、で最後で私立3つ目なんですけど、はい、
東京理科大です、うんうん、はい、これは何かというとですね、あの学内の勉強の厳しさです、はい、保護者の方からするとね、やっぱり不安点としてはなんか大学入ってなんかこうなんかサークル入ってなんかバイトだかサークルだかよくわかんないけどなんか髪も染めてなんかチャラチャラして変な服着てみたいな、あ、ごめんなさい、あの僕のあの本当平成初期の、 あの年代のプロトタイプですよ、うんうん、あの今そんなことなかなかないと思うんだけども、うんうん、まあ、そういうイメージが保護者の方あるじゃないですか、うん、まあそうですね、はい、うん、だったら大学でしっかり勉強してほしい、ねね、厳しくやってほしいみたいないるわけじゃないですか、保護者の方、あくまで保護者の方目線ですよ、皆さんが勧めるか別ですよ、だからね、いるじゃないですか、塾のせん、あの入る時も ね、 あ、そうですね、いや、うちの子ビシバシやってくださいみたいな、まあ、実際ビシバシやったらいろいろ逮捕みたいになっちゃうからできないんですけど、まあまあその厳しく見てほしいっていうのにすごくマッチするのが多分理科大なんですよ。まあそうですね、はい、脅威の留年率ただ留年しちゃうと保護者の方もその保護者の方も不安になっちゃうんだけども、まあ、ただ、まあ、ビシビシという意味で言うともうなんか理科大でね、あのしっかり勉強するみたいなのは保護者の方はいいイメージを持ちやすいのかもしれないですね。そうですね、まあ、僕も理系ということもあって理科大卒の友達は多いんですけれども、まあ、理科大でこいつ勉強してなかったなっていう子はいないですね。いないでしょ、大学でめちゃめちゃ勉強しよう、ね、正直他の理系の大学だといるんですよちらほら、うんうん、ただ理科では本当にいないです、そういう子は。そうですね、うん、ただ逆のことを言うと保護者の方におすすめできないポイントがあって、まあ、当然留年してしまうと学費プラス1年になってしまうんです。そう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 、だからまあそれは昔面談でいただくことがあります、うん、理科大はいい大学だと思うんですけど万が一うちの子プラス1年になったらプラス100万コースですよねみたいな、うん、まあそうっすねみたいな、まあ、そうっすね、そうなっちゃうんで、まあ、でも院行くからどうせ6年なんでみたいな、ね、ところありますけど6年が7年になるから、そうそう、まあまあという冗談はありますけど、でもまあ結構支持は厚い大学かなと思います、はいはい、なので今回全部で、まあ、先生名学校1とすると7個の、種類大学について紹介しましたけどいかがだったでしょうか、うん、まあ、あくまで保護者の方目線なんで、まあ、生徒さんのやっぱりね希望に沿ったやりたい勉強学びたいこと、やりたい研究に沿ってね志望校を選んでほしいと思うんですが、まあね、保護者の方で悩んでたりとか、まあ、生徒さんが全然その希望がなくてなんかうちの子にどうやってアドバイスすればいいかなみたいなことを悩んでる方がいらっしゃいましたらぜひね参考にしてみてください。はい、ということで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。